第41回歴史講座、続きまして最難局での総理大臣就任です。 2.26 事件で重傷を負ったものの奇跡的に回復した勘太郎はその後に侍従長を辞し、昭和15年1940年には枢密院副議長に就任しましたが、翌昭和16年1941年12月8日に我が国はついに大東亜戦争へと突入しました。大東亜戦争において我が国は初戦こそ勢いがあったものの長期戦への準備がなかったことや、物量に勝る連合国軍との圧倒的な戦力の差はいかんともしがたく、徐々に劣勢に立たされていきました。まあ、このあたりは私の別の歴史講座の方がもっと詳しく紹介しております。そしてもはや敗色濃厚かと思われ始めていた昭和20年1945年4月、前年に枢密院議長となっていた勘太郎は突如として次の内閣総理大臣に推薦されました。しかし武人の自分には政治はわからないし、何よりも軍人は政治に関与せざるべしという明治天皇のお言葉をそのままに、これまでの人生を歩んできた彼にとって自らが首相になることはできない相談でした。そんな勘太郎に対して昭和天皇は、鈴木の心境はよくわかる、しかしこの重大な時にあたってもう他に人はいない、頼むからどうか負けて承知してもらいたいとおっしゃられました。皆さん、命ずるじゃないですよ、頼むですよ。我が国の憲政史上、おそらくは陛下から頼むと言われたただ一人の人物であろう勘太郎は、亡国の危機が迫る中、難しい局面での内閣総理大臣の重責を担うことになりました。なお、この時満77歳の勘太郎は我が国史上最高齢での首相就任であるとともに、元号が明治に改まる前に生まれた最後の総理大臣でもあります。勘太郎は昭和20年1945年4月7日に内閣を組織しましたが、その際に陸軍大臣として選んだのが、かつて侍従長と侍従武官という主従の関係を結んでいた阿南惟幾陸軍大将でした。この二人の存在が後の終戦への動きに大きな影響を与えることになります。さて、鈴木内閣が成立した直後の同月12日、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領が急死しました。当時の我が国にとってルーズベルト大統領は戦争相手の元首としてのみならず、前月10日の東京大空襲では甚大な被害を受けるなど憎んでもあまりある存在でした。しかし大統領の訃報を耳にした鈴木首相は、当時存在した同盟通信社の記者の質問に答える形で、大統領の死がアメリカ国民に対して意味する大きな損失は私にはよく同感できる、深い哀悼の意をアメリカ国民に向けて送るものであるとの談話を発表しました。当時我が国の同盟国であったドイツのヒトラーがルーズベルトの死に際して誹謗中傷の言葉を並べ立てたのとは対照的な、敗色濃厚の窮地に立ちながらも品位と礼節を失わなかった武士道精神の発露たる鈴木首相の言葉が世界中から称賛されたんですね。ルーズベルトの死に際し誹謗することで利用を避けたヒトラーが同じ月の4月30日に拳銃自殺を遂げると、翌5月にドイツが連合国に無条件降伏したことにより我が国はますます孤立することになりました。鈴木内閣は表向きは本土決戦などの強硬策を唱えながら、その裏では密かに戦争終結を図ろうと努力していました。しかし交渉がなかなか進まない間に、ルーズベルトの後継として大統領に就任したアメリカのトルーマンとイギリスのチャーチル、そしてソ連のスターリンとが7月にドイツのベルリン郊外のポツダムで
第二次世界大戦の戦後処理を決定するための会談を行いました。これをポツダム会談と言います。会談を受けて7月26日にはアメリカ、イギリス、中華民国の3カ国によるポツダム宣言が発表されました。なお当時はまだ対日戦にソ連が加わっていなかったため、中国を加えることでカムフラージュしようと考えたわけです。ポツダム宣言の内容は軍隊の無条件降伏こそ示されているものの、宣言文に私たちの条件は以下の通りであるという降伏の条件が書かれており、決して国全体の無条件降伏ではなかったんですが、その一方で宣言文には重大な欠陥がありました。天皇の地位に対する保障が明記されていないんですよ。ということは皆さん、もしポツダム宣言を受け入れた後で、もし仮に天皇陛下が処刑されてしまっても文句が言えない、こんなとんでもない内容だったわけですよね。いつの時代であろうとも天皇を亡くして我が国の将来はありえません。このため我が国ではポツダム宣言を受け入れるかどうか態度を明確にしないまま連合国の出方を伺うことにしたのですが、この裏にはアメリカによるとんでもない謀略が隠されていました。実は当初の宣言文には日本が降伏すれば天皇の地位を保障すると書かれてあったんですよ。これはね、駐日大使の経験者で我が国の実をよく知っていたグルー、さっき出てきましたね、このグルーによって我が国が宣言に応じやすいように作られていたんですが、土壇場になってアメリカ大統領のトルーマンが削除したんです。なぜかこのね、トルーマンがね削除したことによってね、この宣言が発表されたことでアメリカは宣言以前にすでに決まっていた計画を実行に移しやすくなったんですよ。つまりもしポツダム宣言を我が国が受け入れてしまえば、その実験ができなくなってしまう。それだけは何としても避けたかったトルーマンだったわけですね。じゃあその実験って何？それこそが悪名高い原子爆弾の日本への投下でした。我が国がポツダム宣言を受け入れるか判断に迷っていた隙をついて8月6日に広島、ついで9日には長崎にアメリカによって原子爆弾が投下されました。原爆によって両都市の機能は完全に破壊され、何十万もの尊い命が奪われるとともに、原爆による後遺症が私たち日本人を長い間苦しめるなど、その被害は計り知れないものがあります。我が国が降伏寸前であったにもかかわらず、まるで実験を行うかのように原爆を2つも落としたアメリカによる卑劣極まる暴挙、これは東京大空襲とともに国際法上でも決して許されることのない民間人などの非戦闘員を対象とする空前の大虐殺でもあります。なお鈴木内閣はポツダム宣言の受け入れをめぐってノーコメント、つまりノーコメントという意思を表明しましたが、これがね、なぜか黙殺という言葉にすり替わり、そして同盟通信社によって You know entirely、 つまり全面的に無視と翻訳され、さらにはロイターと AP 通信で拒否と報道されてしまったんですよ。一体なぜか分かりません。でこのことを受けてポツダム宣言に対する日本政府の断固たる態度を見たアメリカが、原爆の広島と長崎への投下を最終的に決断したとの見方もありますが、先日の通りポツダム宣言の発表前に原爆投下決定してるんですよ。むしろ投下を正当化するために鈴木首相の発言が利用されてしまったと考えるのが真実なんでしょうかな。アメリカの原爆投下は戦後に我が国を占領しようと目論んでいたソ連を大いに慌てさせました。それまでの日ソ中立条約を一方的に破棄したソ連は
8日に我が国に宣戦布告し、9日から満州北部などへの侵略を開始しました。このままでは北海道をはじめとする我が国北部の領土がすでに奪われてしまいます。我が国はまさに絶体絶命の窮地に陥ってしまいました。我が国を取り巻いた数々の非常事態を受けて、8月9日の夜に勘太郎はポツダム宣言を受け入れるかどうかを決めるため、昭和天皇の御前で会議を開くことを決めました。いわゆる御前会議のことです。会議は鈴木首相のほかに阿南惟幸陸軍大臣、東郷茂徳外務大臣など合計7人で行われ、東郷外相は宣言の自宅を、阿南陸将はいわゆる本土決戦も辞さないと徹底抗戦をそれぞれ主張し、いつまでたっても平行線が続きました。やがて日付も10日に変わり、開始から2時間経ったある時、鈴木首相はやおら立ち上がって昭和天皇に向かい、こう言いました。出席者一同がそれぞれ考えを述べましたが、どうしても意見がまとめれません。誠に恐れ多いことながら、ここは陛下のおぼしめしをお伺いして、私どもの考えをまとめたいと思います。